まあ、ちょっとせっかく休日に集まっていただいたんですけど、あんまり役に立たない話かもしれません。こういうタイトルでちょっと話そうと思うんですけど、僕は会社を経営したりとか、営業マンとしてサラリーマンですごく頑張ってた時期もありますし、今は全てを辞めてプロボクサーになりました。で、例えば成功するためにこうした方がいいとか、楽しい人生を送るためにこうした方がいいみたいな話ってどこでもなんか手にしようと思えば手に入れられると思うんです。でも僕が自分の人生でいろんな失敗とかいろんなチャレンジをした中で、なんかようやくなんでそういう行動をとってるのか言葉にできた、言語化できたみたいなことがあって、それを今日はなんか共有すればちょっとはみんなの役に立てるんじゃないかなと思って話しますんで、よろしくお願いします。こういうタイトルで進めていきます。でまず人生の時間をどう使うかっていう結構大きなテーマ、僕はずっとこれに向き合ってきたんですね。っていうのも、なんだろう、新しく何かやりたいとか、今やってることって本当にこのままでいいんだろうかみたいな悩みって、特に20代の時とかすごくそういう気持ちになることってあると思うんですよ。でそういった疑問に対してなんかこう判断軸というか、あ、こういう考え方もあるんじゃないかみたいな、モヤモヤを解決する、一つのなんか僕の中の答えみたいなのがあって、今日はちょっとそれを中心に話していこうと思います。で、僕がどんな人生を送ってきたかっていう、まだ34なんですけど、これまでをちょっと話してみると、これがですね、僕が黒髪で真面目に会社を経営してた時なんですけど、見ての通りスーツ着て会社を経営してました。7年ちょっとですかね、経営してました。結構いろんな事業を作って売却して作って売却してっていうところで、結構いろんなものを作っては売却したりしてたんですけど、同時並行で僕はアメフト選手だったんで、アメフトもやってました、社会人チームで。で、社会人チームを引退した後に今度は経営者としてそこのチームの球団のメインスポンサーになったりとかして、球団の経営もやったりとかしてました。で転機になったのは32か3かそれぐらいの時だと思うんですけど、このメインスポンサーを次のスポンサーさんに譲った時に、一旦ちょっと人生をリセットしようと思って会社を全部売却してアメリカに旅に行きました。でその時に何でかはちょっとその時は分かんなかったんですけど、手ぶらで行こうと思ったんですよ。手ぶらで行こうと思って、ちょうどその時にiPhone すらもちょっとでかいなと思って iPhone mini に機種変をして、これその時の iPhone mini なんですけど、 iPhone mini だけ持って、サンフランシスコに行ってニューヨークまで横断しようと思ったんですね、手ぶらで。で行ったら、なんでお前手ぶらなんだって言って税関で捕まるっていうところから始まるんですけど、そんな感じでアメリカを横断しました。でその時に、あ、俺ラッパーになろうと思ったんですよ。ラッパーになろうと思って、で1曲目はアメリカを横断しながら感じたことっていうのを歌詞にして、 I will pay PayPay っていう、PayPay で支払いますって意味なんですけど、 I will pay PayPay っていうデビュー曲を日本に帰ってきて出しました。そしたらこれがなんとヒップホップチャートで iTunes 7位を取れましてやってみるもんだなっていう感じで、で今年の頭もセカンドシングルの The Star という曲を出して、今回は1位を取ることができました。こんな感じでいろいろやってみるもんだなと思うんですけど、その後にですね、一番右のスライドなんですけど、プロボクサーになろうと思いまして、34歳からの挑戦でプロボクシングを目指しました。でプロボクサーって34歳11ヶ月までしかなれないんですよね。プロテスト受けれないんで、だいたいプロテスト受かるまでに2年ぐらい練習が必要なんですけど、時間がなかったんでちょっと半年コースでお願いしますっていうことでいろんなジムを回って、で無事に5ヶ月でプロテストを受かってプロボクサーになって、でこの間4月にデビュー戦をすることができました。こんな感じで
いろんなことに挑戦する人生を送ってきたんですけど、ただどうなったかっていうと、めちゃくちゃ痛い目に遭います。こうやって好きなことばっかしてるとめちゃめちゃ痛い目に遭います。これらのことって全部たった3ヶ月の間に起きたことなんですけど、まず、眼底を骨折しました。パンチを目に食らって、目の下のお皿が壊れて目が下に落ちました。で、その3週間後に目が治ってないままボビー・オロゴンさんとスパーリングをしたらあばらを折られました。で、その2ヶ月後に、目とあばらが折れたままデビュー戦をしたら、大観衆の前で気絶をしました。これがたった3ヶ月間の間に起きた僕の怪我のヒストリーです。なんで自由に生きるっていうのは反面で、こうやって痛い目にも遭うっていうのも、同時に話さないといけないなって思うんですけど、こういうのってやっぱり僕が経営者をずっとしてて、アメリカに行かずにラッパーにならずにプロボクサーになろうって思わなかったら、絶対にこれって避けられたリスクなんですよ。なんでこんなことを経験しなくてよかったんですけど、でも僕はもう一回時間を戻すとしても同じことをやりたいなって思う。で、なんでそういう気持ちになってるのかっていうのを、なんかうまく言葉にできなかったんですよ。なんでプロボクサーになったのってみんなに聞かれるんですけど、なんとなくだったんですよ。なんとなくやりたいと思って、僕いつもなんとなくなんです、やりたいことって。でもなんでなんとなくが生まれてきたのかっていうのをようやく言葉にできたのがこれなんです。寿命を縮めてみる、これなんですよね。これは3分って書いてますけど、3分ってボクシングの1ラウンドの分数なんです。これどういうことかというと、家でぼーっと椅子に座って3分間座ってたら、失う寿命ってきっかり3分だと僕は思うんです。3分間時間が経った後に寿命が3分終わった。でもリングの上で3分戦うとこうなるんですよ。なんで僕って間違いなく寿命3分以上失ったんですよね。下手したらこれで10年ぐらい縮まってるかもしれないですよ。じゃあなんでそこまでしてこう寿命を縮めて、僕がそれを楽しいと思うかっていうことを考えたんですけど、よく死ぬ気でやるとか本気でやるとか命を燃やすっていうじゃないですか。それってなんかうまく説明できないんですけど、きっとこれだなって思ったんです。寿命を強火で使っていくっていう、寿命の火力をマックスにして強火で寿命を燃やしていくっていう、これがきっと僕の物事を判断する時のこれだって思うポイントなんだなっていうふうに思って、まずこの寿命を縮めるっていうのをね、言語化してみました。でボクシングを見に来た人もきっとそうだと思うんです。家でテレビ見てボクシングを見ておーって言っても、多分寿命って3分ぐらいしか縮まらないんですよ。でもリングサイドに来て目の前で血しぶきが飛び交うのを見ると、寿命って多分3分以上縮まるんですよ。だから生で見るのって面白いと思うんです。だから寿命を縮めてみるっていう観点で物事を判断するっていうのが一つ僕からの発見かなと思います。で、2つ目、遺伝子を鍛える。これ僕の最近のもっぱらのテーマなんですけど、疑問に思ったことがあって、僕3兄弟なんですよ。真ん中なんですけど、兄貴と弟がいます。なんで同じ両親から生まれてるのに3人とも違う人間なんだっていうことに疑問を持ったんです。で、僕って弟はめちゃくちゃ頭いいんですよ。アメリカの UC バークレーっていう世界でもトップクラスの大学をトップで卒業してるぐらいめちゃくちゃ頭がいいんです。でも兄貴って福岡で一番偏差値の低い高校を出て高卒で役者をやってるんですよ。なんでこんなに兄弟なのにこんなに違うんだろうって疑問に思って、ちょっといろいろ調べたんです。そしたらここにたどり着いたんですけど、子供を作った時の遺伝子のコンディションによってその子供の性格とか人生が変わるっていうことが分かったんですよ。で、僕弟って9個下なんで、
僕や兄が生まれた時と弟が生まれた時でだいぶ親父の人生が違うっていうことが親父と会話してて分かったんです。じゃあ何をしたら遺伝子にとっていいことで何をしたら遺伝子にとって悪いことなのかっていうのは実は一般社会の常識と真逆なんですよ。なんでちょっとそれを面白いんで共有したいなと思うんですけど、何だと思います？何をすると遺伝子が良くなると思いますか？子供にとって何をすると悪いことなのか。これ実は毎日違うことをする、これが遺伝子にとっていいことなんですよ。なんでかっていうとよく聞きますよね、ダーウィンの進化論、人間は動物は生物は変化しないと滅びていくっていうのがあると思うんですけど、遺伝子もそうで変化をしていかないと滅びていくんですよ。なんで例えばご飯を食べに行こうと思っても全然知らないところに行ってみる、旅行に行こうと言っても知らないところに行ってみる、人と会おうと思っても知らない人と話してみる、そういう自分にとってなるべくストレスのかかる新しいこと、変化をしていくことっていうのを繰り返していくと遺伝子が成長するんです。で逆に遺伝子が劣化するのはどういう行動かっていうと毎日同じことをすることなんですよ。毎日同じことをすると遺伝子が劣化するんです。ただ面白いもんで一般社会で成功しようと思ったら毎日同じことを繰り返すことが最も成功に近づくことなんです。なんで社会で成功することと遺伝子を成長させることっていうのは矛盾するんですよ。なんでそこを見つめつつ遺伝子を鍛えるっていうのが僕の最近のもっぱらのテーマです。最後なんですけど、飯がうまいと思える一日を過ごす、これ、ね、一番大事だと思います。なんでかっていうと焼肉に誘われた時に満腹だったんです。これ最悪じゃないですか。満腹の時の焼肉って本当に食べる気しないですよ。でも焼肉って本来めちゃくちゃありがたい飯じゃないですか。ご飯を食べる時に自分がどういう状態なのかっていうのが自分の幸せとか自分の人生にすごい影響を与えるんですよ。なんで常に満腹じゃなくて腹減ったなって言えるような時間の過ごし方をする。なんで僕は飯の前にすごい練習を頑張るんですよ。練習もなるべく飯の前に入れるようにしてるんです。そしたら同じご飯でもああ飯がうまいって言って寝れるっていう、これを僕はすごい大事にしてます。なんで3つですけど、寿命を縮めて遺伝子を鍛えて飯がうまいと思える一日を過ごす、これから新しい世界を生きていくヒントなんじゃないかなということで話を終わりますが、これが今日一番大事なことで、明日には明日の自分があるんです。なんで僕が今日話したことをもう今全部忘れてもらって大丈夫です。もう明日には明日の価値観があるんで、僕今話したことを全部明日には違うこと言ってるかもしれないです。でもそれでいいんだっていうことを最後に話しておしまいにします。ありがとうございました。